妻のフランチシュカ・クラシンスカ・伯爵夫人、カール・クリスティアン・ヨーゼフ・イングナツ・オイゲン・フランツ・クサーバー、ホン・ポーレン・ウント・ザクセンは、クールラント・ゼム・ガレン公。ポーランド王権・ザクセン選帝公、アウグスト3世と、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ1世の娘マリア・ヨーゼファ、の間の逸尾として、ドレスデンで生まれた。ロシアの妖帝イヴァン6世の摂政を務めていた、クールラント公。 エルンスト・ヨハン・フォン・ビロンは、その贅沢好きな性格と独裁的な政治方針のために多くのロシア貴族に嫌われていたが、1740年に皇帝の母アンナ・レオポルド・ブナを引き込んだ陰謀によって、摂政の座を追われ、シベリアに追放された。しかし、ビロンに代わって、摂政の座に就いたアンナ・レオポルド・ブナも、全く人気がなく、ビロン失脚を仕組んで、 アンナの最小となった、ブルクハルト、クリストフ・フォン・ミュン・ニヒは、殺生アンナとの政治的、性格的な相違から職を辞するというありさまだった。こうした状況の中で1741年に起きた、大公女、エリザーベータ・ペトロブナを女帝に据えるためのクーデターは、安々と成功した。アンナ・レオポルド・ブナとその息子イヴァン・ロクセイは、家族と共に遊兵された。エリザーベータは、 微論を呼び戻そうとしたものの、微論が、かつて保持していた絶大な権力を取り戻す恐れがある、ことを憂慮し、微論を復権させるのを取りやめた。1758年、クールラントの貴族たちは、ザクセンとポーランドの政治的圧力を受け、ポーランドをアウグスト3世のお気に入りの息子カールを、長く、空位となっていた、クールラント公爵に選出した。若い王子は、 エリザベータの追認を受けるため、サンクトペテルブルクを訪問して、公爵位を安泰なものとした。大半がルター派のプロテスタント信徒であるクールラント貴族たちは、カールの即位に大きな懸念を抱いていた。彼らはカトリック信徒である公爵カールが君主としての地位を利用してジップが治めるカトリック国家ポーランドリトアニア共和国の便宜を図ることを恐れたのだった。このため、 貴族たちはカールが公爵に選ばれる際に公国との間に結ぶ協約によってカールが公爵として手にする歳入を制限しようと試みた。しかし協約の内容に関する交渉が終わらないうちにカールの父アウグスト3世は1758年11月10日にカールをクールラント公爵とし1759年1月8日には クールラントゼムガレン広国の統治権がカールに譲渡された。カールは、クールラント貴族の差し出した、極めて綿密かつ包括的に、宗教問題と貴族特権に関する権利の保障を求める協約に、調印すると、1759年3月29日、クールラント広国の首都ミタウに、厳粛な面持ちで入場した。クールラントの議会と政府は、 カールの言動に失望させられたものの、それでも彼を支持した。もっともクールラント貴族の大半は、1759年11月3日に開かれた新仰釈カールとの越見の儀式に出席して、彼に忠誠を誓うのを拒否し、ワルシャワとサンクトペテルブルクに抗議文を提出している。カールは、ミタウ宮殿での極めて豪華な暮らしを、すっかり気に入った。 カールは貴族たちと一緒にパーティーや狩猟を楽しむうちに自分を支持する貴族を増やしていった。またカールはポーランドでフリーメイソンの新入り会員になっており、そのおかげでクールラント貴族内のフリーメイソン会員たちが同胞であるカールの味方についたこともカールにとっては追い風となった。しかしカールは依然として国政屋内長官の夫クリストフ・フォンデア・ハーベン。 に一任していた。1762年7月、ロシアでは高校であったエカチェリーナ2世がクーデターによって女帝に即位した。エカチェリーナは以前から親民に対する啓蒙教育に関心のないクールラントコーカールを心よく思っていなかった。エカチェリーナは追放されたままだったビロンを呼び戻して、その名誉を完全に復活させると、 理論にクールラント公爵位を取り戻させるべく、ザクセンに強い外交的圧力をかけ始めた。アウグスト3世は7年戦争で苦境に立たされていた。上、死の床に伏せっており、アイジカールを支援するのを断念した。誰からの指示も得られないまま、カールは、クールラント公国の統治権を放棄して、国国ザクセンに帰った。カールはその後も、クールラント公爵位に未練を示していたが、 クオーアウグスト三世が没し、ザクセン選定効果がポーランド王位を喪失すると、その望みは完全に断たれた。カールはドレスデンで暮らし、アンナブルクの荒野での狩猟に熱中して過ごした。カールは1796年にドレスデンで死んだ。62歳だった。彼はパンシュビッツクッカウにあるマリエンシュターン修道院に埋葬された。 1760年3月21日、カールはワルシャワで、ポーランド貴族のスタニスワフ・クラシンスキ伯爵の娘、フランチシカ・クラシンスカと秘密結婚した。フランチシカは、王家の血筋でも独立した支配者家系の出身でもないため、この結婚は、既戦結婚だった。カールとザクセン宮廷の粘り強い交渉が実り、1775年6月に、 フランチシュカは神聖ローマ皇帝ヨーゼフ二世から一代、限りの皇妃の称号を授けられた。夫妻は娘を一人儲けた。娘が最初の結婚でも儲けた息子、カルロ・アルベルトを通じて、カールは19世紀20世紀のイタリア王の先祖の一人となった。ありがとうございます。